ってどう？スタイリッシュなデザイン。この色だったら多分6年間飽きずに使えるんじゃないかなと。これがいいんだもんね。中身が教科書と筆箱入るとかなりの重さになったので、軽い、子供に負担がないっていうのをちょっと考えてました。土屋カバンでは去年から軽量と丈夫さを重視して、牛革ハイブリッドっていう形ができまして、重さ気にされる方にとっては大きさの面でも軽さの面でもどちらにもフィットしているという。価格帯としては8万円台。お子様が好きなデザインを選ばれるっていう方の方が多いので、価格を気にされているというよりかは好きなランドセルを買えるかどうかっていうのが一番大事なのかなって思います。こちら普通のランドセル大きさなので、エアランの方が少し大きいような仕様になっております。小学校にタブレットを持っていかれる方が多いので、収納できるポケットもついております。できるだけ軽くっていうところが一番のポイントではあったんですけれども、軽いだけではなくって、本来のランドセルの必要な機能はしっかり残しつつ、軽くできるポイントっていうのを探っていきました。見た目が他のお子様と違うっていうところを心配される保護者の方が多いっていう声も聞きましたので、かぶせの部分はこの横の部分とか、この持ち手の部分は人工皮革を使用して、他の部分はナイロンでのデザインにしております。子供たちの一番これだったら欲しいっていうのがこの長さ。こちらのメインポケット、サブポケット、前段ポケットと3つのものがあります。隠しマグネットというものを用意しまして、こうつけると一つの大きなポケットになるような形に変更しました。ランドセル自体を1キロ切るようなものを作っていくっていうのは一つなんですが、その3キロから5キロ6キロといったものをいかに軽く感じるか、体幹荷重というものですね、体に負担をなくするようなっていう機能を開発していきます。ランドセル選びの早期化でお客様大変悩まれていました。でこんなに早く買って6年間の間に私たちの子どもは飽きてしまわないんですか、そういったさまざまな声をお伺いする中で、子どもさんの成長や環境の変化に合わせて、その都度必要な段階で好きなランドセル、必要なランドセルを選んでいただきたい。いい感じ。